中日・中地レイヤー、空振りと思ったらボール、ちょっとおかしく、本拠地先発デビューで微妙判定。オープン戦、中日に対4楽天、19日、バンテリンドーム中日ドラフト1位の中地レイヤー投手、22、沖縄大が本拠地で先発デビューし、4回83球4安打3失点で降板。3失点した初回にちょっとした、ハプニングに遭遇した。第1球。 129キロのスライダーで楽天の先頭辰巳のバットに空を切らせたと思われ、スコアボードも一旦はストライクが点灯した。古賀球審が表示の変更を指示し、1ボールに。2球目ボールの後にカウント表示が2ボールになっていたことで、立浪監督が球審に確認したが、そのまま2ボールで再開となった。ストライクと思ったけど、ちょっとおかしくなったかも。これからは切り替えるようにしたい。 交番後の中地もこのシーンに首をかしげた。結局、辰巳に支給を与え1 1、一四一、二塁となって浅村、島内に連続二塁打を許し、三失点。この回、打者一巡で四十七球を費やした。